杭基礎とは、主に軟弱な地盤における構造物の建設において、浅い基礎では構造物を支えることができない地盤の場合に、深く杭を打ち込み構造物を支える基礎。支持方式によって支持杭と摩擦杭に分けられる。支持杭では先端を支持層に到達させ、主として杭の先端に上向きに働く、先端支持力によって荷重を支える。 一方摩擦杭では先端を支持層まで到達させず、主として食いの側面と地盤との間に働く、周面摩擦力によって荷重を支える。摩擦杭は支持層がかなり深い場合に採用されることが多い。食い基礎に用いられる杭はその材料により、木杭、コンクリート杭、鋼杭などに分類できる。東京駅で使用されていた松食い木食いとは、 木製の杭のことである。ここでは主題に沿って建築の基礎としての器杭について扱う。歴史的には古く、紀元前5000年とされる杭上住居が確認されており、世界遺産として登録されているものもある。また、ベネツヤも器杭を使用した歴史ある町として有名である。一般に木材は金属や石材に比べて腐食に弱いイメージがあるが、 地下水の水面により、下層に埋まっている遺跡から古代の木製品が比較的良い状態で発掘される例は珍しくない。これは木材普及菌は高機性であり、生存や活動に酸素を必要とするためである。基礎としての器具いも適切に使用することにより、下記の例に示すように十分な耐久性を発揮する。 木彫を使用する場合には、地下水面以下の位置に打ち込み、クイが地下水の中に水没している常時、湿潤状態を維持することが慣用である。常時湿潤状態が期待できない場合には、クレオソートの眼芯など、防腐処理をすることが望ましい。なお、蒸気で挙げたのは、松食いのみであるが、必ずしも松食いが、唯一の選択肢というわけではない。腐りにくさという点で言えば、 松以外の材の方が優れている場合もあるが、木杭は地盤中に打撃によって貫入設置されるものであり、松は他の針葉樹と比較して密度が大きく、硬いという思考上の利点があることから多用されたものと考えられる。コンクリート杭は、1、工場などで作られた杭などを回転圧入やハンマーで打ち込む、規制コンクリート杭と、 2. あらかじめ掘作したボーリング法にコンクリートを流し込む場所打ちコンクリート杭に分類され、さらにその中に鉄筋を持つかによって無筋コンクリート杭と鉄筋コンクリート杭に細分化される。規制コンクリート杭は工場からの輸送が必要になるため輸送手段により1本の長さには制限がかかる。そのため現場において何本かを接続して1本にする場合は、 継手という部材を使用して接続する。これには溶接継手と無溶接継手があり、無溶接継手は溶接機材が不要、柿現金の場所に置いても使用できる、施工時の転候や、食光の技能に左右されないといった利点がある。住宅や集合住宅等の小規模建築物用に開発された H 型 PC パイル圧入工法等があり、 建築技術性能証明を取得して、住宅や集合住宅等の小規模建築物の軟弱地盤補強工法として使われている。特に腐食土層や伏流水のある土壌では、固化不良の恐れがないため、よく使用されている。また、打設速度が速いために、集合住宅や店舗の地盤補強工事に多用されている。H 型 PC パイル、動画、 H 型 PC パイル圧入工法。実際の工法の説明は後日の工法無事を参照。鋼杭は交換杭、HK 工杭に分類される。場所打ち杭工法場所打ち杭とは、現場で組んだ円筒状の鉄筋を掘削した地盤の中に落とし込み、後からコンクリートを穴の中に流し込み、固めて杭を形成するものである。地面を掘削する際の方法により、 広報が異なり、思考可能な食い蝶に関係する。規制食いの場合、広報と食いの種類により、思考可能長さが異なる。主に三点式食い打ち機にアースオーガーをセットして、思考する。ありがとうございます。